サーガス団長安田です。この番組は足立区北千住の千住ハウスよりラジオつくばインターネット放送局 C ウェーブ楽天 FM オタリスでお送りします。メールアドレスは団長アットマーク FM842.jp dancyo@fm842.jp でございます。お便りをどんどん送ってください。お待ちしております。はい、というわけで年始2発目、なんですけどもね、年始2発目の放送ですねって言いたいんですけどね、僕年末なんですよ。正直ため撮りの年末なんですよ。はい、いっちゃんバタバタしてる時なんです。家のお掃除もしたい時なんです。はいね、だから紅白が楽しみなんです。前回もね、そういう紅白のお話とかありましたけどね。はいね、あとはまあそうですね、お正月俺はどこで迎えんねやろ、これ毎年わからへんねん。去年は一人で家でお正月迎えましたから、なんかこう嫁の実家に行くタイミングもなんかこうちょっと仕事の都合で行けなくてでもなみたいな感じで、でふわっと家行って、でトップン家に呼んだら特訓だけいたんやけどね、特訓ももう呼ばれへんや、結婚したらこれね、相手の実家に行ったりかなんかなかったんやけどね、うん、で去年は、七福神巡りした特訓と自転車でなんか品川区の神社でとか寺とかの七福神のスタンプラリーみたいなのをやってて、それをやってで、僕ね意外と都内の好きなんです。お正月が誰もいないあのガラーンとした感じがね、なんかもう心地いいんですよね。どこで車乗ってももうほんまね、東京ってこんな近いんやって感じする。どこ行くにしても便利やし近いし、いやほんまねこんなとこないっすよ。普段ね北千住なんてめっちゃかかるんです。1時間見てもつかへん時あるんですけど、多分ねお正月やったらね、多分品川北千住から20分ぐらい来るんちゃうかなっていうぐらい、もう3分の1とかですよ。うん、なのでお正月ねどこで迎えるんでしょうか。で一人でねなんかランニングして、で自転車トレーニングして、であとはしめ縄ランニングで買いに行ってとか、うん、なんか一人で悠々自適にやってましたけどね、うん、でも同時にこう寂しさもあったりするんですけどね、うん、だから今年はカウントダウンとかのイベントに出るとか出ないとかでも、で僕らのスケジュールというのは変わってきますから、うん、年末になんか TK の木本さんのなんかライブが朝まであるやつがあってみたいな話を聞きましたけどね、その仕事次第というか、うん、まあ出れる芸人は出ましょうみたいなやつなんで、それもはっきり決まってないんですけど、なんかね一流芸能人の方はこう、ね、みんなハワイに行かれるんでしょ、ね、いいんですよね正月にハワイってね。でめっちゃお金高いでしょね、なんかこうね不思議ですよね、うん、なんかそのまあ芸人のね下積み時代なんてもう何やろ、ラーメン屋さん入るぐらいやったらもうカップラーメンでええわぐらいの
節約っぷりやったり、うん、ご飯とカップラーメンで、でカップラーメンの汁置いといてご飯にまたかけてみたいな生活をしてる人もいたりするようなね生活やったりするかも。ドーンとスターになったらハワイ行くわけですから、いや本当不思議なお仕事というか、 M1 なんてね、1000万円もらえますから、2人で500万500万、ねえ、そからねテンパー引かれるんか、あれ450450なのかな、おいちょっと分からへんけど、いやーねえ、だから M1 もねえ、なんかもうその3つ悩みましたね、もう見ててもね、楽しい戦いでしたけど、なんかでもあんなん羨ましいなと思いつつも、いやーあんなんでね目指してた時はしんどかったなっていうのもあるけど、なんかこう僕らは M1 の決勝っていうところに残れてなかったから、やっぱこう憧れというか未だにねありますね。かっこいいですよね、 M1 の決勝に行くっていうで、僕はね1年目からね、Amazon に入りましたから、僕プライム、それビデオをね1年目から見れるので見たんですけど、やっぱり1年目のとの M1 と今とではやっぱ漫才が全然違う部分もありますし、なんかねフットボールアワーさんが3年目かで撮んのかな、ね、M1 撮るけど、そのやっぱ1年目やっぱそんななんですよ、後藤さんのキレも備えなんですね。なんか前々からこうツッコミキレッキレでおもろかったっていうイメージなんだけど、そうでもなかった、これ偉そうに言うようやけど、だからそうでもないでしょ、で岩尾さんも今ほどブスじゃないんすよ、なんか意外、いや前からブスのイメージありましたけど、意外とそんなにブスじゃないんかったりとか、新助師匠が若かったりとか、松本さんが、いや一番何が違うって、松本さんが睨んでもんな、審査員席からもう目をギョロッとさしてずーっと見て、審査員の人がまず笑ってないんですよ、審査員の人がもう厳しい目でもう審査しますせの目で見てて、そうで今の M1 にしてもキングオブコントにしても松本さん笑ってるんですよ、ニコニコしながら見てて、で面白かったら笑う、まあ厳しいことは言えど基本的にね、なんか子供生まれて優しなのかな、一回ね見る機会あったら見てみてください、漫才が変わったとか誰々が面白なっていくとかっていうその過程も楽しめるし、やっぱこんだけ歴史があるから、でそういう部分もまあこうね個人個人それは違うやろうけど、一番はもう審査員の怖さ、松本さんの怖さ、ぜひね見てほしいですね。まあ僕もね、まあ自転車芸人でね M1 とか目指してた時はそんなこと言ってなかったですからね、そんなジャンルなかったですから、まずね M1 目指して優勝目指し1000万目指していつか売れるんだ頑張るぞと思ってたがね、ブラウブリッテンのチームに合格するとか、トライアスロン世界選手権行くんだ言うて、もうね本当に芸人さん芸人さんで全然違います。で俺 M1 で言うとね、惜しかった年もあるんですよ。まあまあそんな話もね、後半にまたお話ししたいと思いますので、この後もお聞きください。はい、ここからはワンワンニャンニャン福井です。はい、お願いします。お願いします。
はいはい、でさっきも言ったけどほら M1 ね、はい、お前らもなんか女の子と3人で出てみたりとかいろいろあのやばいやつやりましたね、あったりね、はい、いろいろやっぱ試行錯誤してなんかあそこにはなんとか食らいつきたいと思ってみんな ね, ねやってましたしね。もう出れないでしょ、はい、いやまだ出、ま、れます。あ、はい、でどうやったの去年は、うん2回戦で終わりましたね。プロの2回戦ってなかなかきつない。いやだいたいみんな3回戦じゃないの。いやまあそうですけど、うん、まあ僕らも3回戦行ったの1回しかないですからね。ああそっか、はい、ああ難しいもんやね。あれ簡単に見えるけどこう違うねんな。面白い人たちとで乗ってる時と乗ってない時とね。でさらば青春の光が漫才できるなんか思わへんかったからね。昔松竹芸能にいた頃には ね, ねえなんかちょっと残念でしたけどね。そういう意味じゃね、うん、惜しかった ね, ったね決勝ギリギリまでやったけど、なかなかあいつらもうな、うん、決勝にはいろんなとこに決勝残るけどこう勝ち切られへんというか。あそうですね。でも難しいんやな優勝するって。いや難しいですね。でも前々からね俺和牛好きやったから。あ和牛ね、うん、あ言ってましたもんね、うん、この間お会いした時も言ってたんですよ和牛が。和牛とたまたま一緒にお仕事する気があって面白いな思ってた。ほんと喋ってへんけどね。同じ舞台のところで、はい、和牛も出てて和牛横で見て面白いなと袖で見てて思ってて、はい、なんかこう勝手に親近感があって応援してた。NHK のやつとかなんやかんやったらなかなか優勝でけんなとか思いながら見てて。あとスーパーマラドーナなんかは安田大サーカスが、はい、結成したての時に、はい、ABC 新人漫才コンクールの時になんか前後で一緒やって俺らだけ受かってあいつら落ちてたとかそんなんもあって勝手に親近感ね。親近感あんの2組出てたんですね。じゃあ決勝そうやねん。うわうん。まあ銀シャレマンは喋ったことあるけど親近感ないっすか。喋ったことあんのに何やろもう売れてたから喋った時にはなんかああそうなるとちょっとちゃうやん。ああそうか、うん、そうっすね。うーんなるほど。でもまあよかったっすね。なんかすごい単純になんかあの漫才の正統派の3組でボンっていって。なんかこう、ね、変わり種、ね、大爆笑みたいな時代がなんかねそうせなあかんのかなみたいな時代があったやんか、はい、開発しないと、はい、発明をしないとみたいな、はいはい、とっからなんかちょっとなんか見やすいというか。そうですね、うん、もう本当にストレートなもう王道でっていうね、うん、本当直球勝負みたいな感じですからね。ね、うんよかった。いやあの1回目の M1 のアメリカザリガニなんてすごかったからね、はい、3位ですよね。うん3位3位やけど、はい、なんちゅうの福岡の票とか北海道の票とか大阪の票があって大阪の票だけがめっちゃ低かった、はい、それは NGK でその審査の人たちがいて当時の松竹に対してのあ吉本対松竹の、うんがっていうのがあって、はい、吉本の人らはやっぱ正直点数入れない。うーん面白くてもね面白くても。でおぎやはぎさん12票大阪大阪それで配信だったんかな。だからあの時にどうやったんやろうねと思って。あそこが審査方法が審査方法とかあ、まあ、審査のなんちゃらとかっていうので変わったかもわからへん。でキリンがドカーンと急に行ったりとかね、いろんなドラマがあるけども俺らには全然関わらへんわ。一回惜しい時あったやん、はい、準決勝まで行ってほんでもう受かったんちゃうか言うたけど準決勝にいるイメージですよいつも。うんあ一回だけちゃうか長い行ってるの行ってますよ何回か、うん、はい。でいやもうこれ今年受かったっていう年があってはいけどいやもうね勢いよあれは。あもうどっかんどっかん受けて俺後にも先にも一番受けたわ。へあれで受からしてくれへんかった俺は多分受からへんわ一緒。へ、うん、だから安田大サーカスで出るのはもうほんまにもうお祭りで出る気持ちやねそっから。あ、うん、受かるわけない受かるわけないと思って。で準決勝の敗者復活をやって、はい、で誰が受かったのかな誰が受かって、はい、でキム兄が
なんかリムジンで迎えに来ていくんだけど、はいはいはい、そのリムジンに俺が受かってもない俺が裸で、あのそうですよ、ふんどし姿 で、 ふんどし姿であの寒い中あの何リムジンの中入ろうとしてキム兄に蹴られるっていうお前ちゃうわ多分ね、後にも先にもね、はい、M1 のあの緊張感あるところでそれやったやついないと思う、ね、っていうのも俺らはもう諦めてたの、あ、はいはい、ある言い方するとあで、あとは怒ってた部分もあるの、あ、M1 のそのシステムとかめっちゃウケたやん、うん、今やから言うけどね、うん、めっちゃウケたやん、俺ね、受けて受からへんってもうほらもうちゃうんやね俺ら、うん、だからあの年はね、そう放送されてたけど荒れてたね、なんかあの、フェンス蹴り倒したりね、安田さんがですか、うん、それは放送できないでしょ放送されてないけどっていうけど、なんか半分冗談みたいな感じで あの入場していくときになんか、はいはい、あのフェンス全部倒していったりとかしてたわ、蹴り倒して、それもでもお客さん笑うんですもんね、うん、すごいですね、無敵な時ってあるんですよね、でもね漫才でそういうのあるってことですね、あんねん、勢いな、何やっても今なんか絶対あんわもう、あ、うん、自転車一生懸命乗ってる方が面白いと思ういやいや自転車は競技でやってるんですよあ、へえ、いやでもすごい、僕はもう DVD で見てますから、大サーカスさんの敗者復活のところの寒い中、あれあんねや、あります、あれね、DVD で買うと特典映像で2枚組のついてくるんですよ、あ、そっかそっか、だからあれではないねんな、アマゾンのやつは見ない、多分見れないと思いますね、あれ見ようとも思ったけどないな思って、あ、うん、そうなんですよ、あれは買わないとダメですね、ほんで俺は自転車、クロちゃんはアイドルやらパチンコでしょ、はい、でヒロ君何してんねんって ラジオネーム、はいはい、ライモンカカから来てるんですけども、はいはい、ヒロ君ね、はい、ハリウッドデビューするそうですね、団長も自転車の人を代表として世界デビューしてバチクルクルクルバチクルをやってほしいですと、おお、ねえ、自転車日本代表もこれ嵐の雪谷に勝たなあかんからな、トライアスロンじゃなくて、うん、自転車の方ですか、トライアスロンのしかも年代別ですから私、ああの大門閣下さん、大門閣下さん、ヒロ君もねよかったやん、はい、でもすごいですね、役者やりたいでこれねオーディション、はい、みんなバカにしてたやん、後輩の子らも、はい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 、行く時何人か行って、はい、で英語のオーディションなんも受かるかいなと、はい、ヒロなんか受かるかい、そこにカタカナでマネージャーに書いてもうて、はい、英語英語の文章カタカナに直してもうて、はい、これで行きって、はい、いやこれ、ちょっとグダグダしてる、何があかんねん、はい、まさかのやけど俺忘れててんけど、はい、カタカナ読まれなんでですかなんでですかお前ね、でもそっか、いたやつをカタカナからもう一回ひらがなに直して、それはもちろん英語をひらがなに、まあ、カタカナもそうやけどひらがなに直したものを読むレベルの人ですから、はあ、当然なんか、うん、でなんかふざけて、はい、あの B なんとかかんとかみたいな B トゥギャザーみたいなフレーズの感じの英語があって、はい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 、あいつふざけて、はい、ビートギャザー、ビートギャザー、いやふざけたら出るでそれ、はい、って言うて、いやあはははははみたいな、しょうもないでビートギャザーちゃうからみたいなあったやん、あったんすか、うん、はい、マネージャーと、はい、いやダメです、ちゃんとやりましょうね、はいはい、ビートギャザー、ビートギャザーやこれみたいなお調子者の感じがあって、はい、でもマネージャーもイラッとしてたわけよ、はい、いやねこいつと思ってて、オーディションでガッチガチなって、はい、ビートギャザー言うたらしい、ほらもうみんなバカにしてた、はい、ヒロアホやアホや、はいはい、受かるかいこんなもん、ちょっとヒロ選ばれた、ビートギャザーっていうメッセージが、椎名桔平さんと自撮りや、椎名桔平さんと共演なんですか、椎名桔平さん出てたよ、あいつのなんかブログみたいなのに、じゃあ椎名桔平さんとビートギャザーできたってことですか、何やろねすごいっすね、まあね、どんだけね英語があって
ですよね。うん、なんか分かんないですけどね。まあだいぶ生きてるはずやけどね。いやこれいつほあれなんですか、上映というか。いつやろね。せえへんじゃん。しないんすか。DVD。いや DVD のみのやつ。V シネちゃう。いやこれでもすごいね。なんかアメリカのその俳優さん俺はよく知らんねんけど、はい、そしてもね有名な方らしいからね。へえ、うん。日本の俳優陣もすごい方がいっぱい出てるんでしょ。へえ、うん。これもう2017年じゃあそっちの映画とあとトライアスロン日本代表っていう目標に向けての楽しみな、うんうん、でクロちゃんドッキリ引っかかってたからね。はい、引っかかってたらいいからね。まあまあそうですけど、うん、はい。お笑い中お笑いおらへんよねうちね。まあまあまあクロちゃんでしょうね、唯一ドッキリですからね。まあまあまあ笑い笑もんね、うん、まあでもそうですね、もう、うん、いわゆる真剣にやればやるほど笑われてるけどね。クロちゃんも真剣にやればやるほど笑われるでしょ。ああ、うん、そうですね。ヒロも真剣にやればやるほど笑われますもんね。だからね安田大作がそのありようがなんか、うん、だから真剣にやるしかないみたいな。まあそれで言うと、うん、ちゃんと森脇健児イズムを一番継承してますね。なんなんやろうね。すごいな、うん、だってねまさか自転車関連のお仕事を月に今7本やってますから、うん、月7ですか、はい、自転車関連で、うん、M1 目指してた時にそんだけ自転車関連の仕事もなかったしきっと、いや、うん、そうですよね、うん、で唯一のね、こうレギュラーの自転車以外のレギュラーが、はい、あれですから、月金っていう情報番組やねんけど、はい、生活の日、ショッピングの日とかある中、はいはい、俺の日はスポーツの日ですから、はい、じゃあやっぱりお笑いじゃないんですね、もう。そうですね、もうアスリートですね。あとはね、2ヶ月に1回か3ヶ月に1回かぐらいに一駅行くでしょ、はい、行きますね。で、大食い選手権 MC やらせてもらってるでしょ、はい、だからもうなんか何が正解か分からへん。だから大阪でちょっとこう、はい、今三つ国ダイソー三つ国と花井二等兵と3人で何かしようか言うて、はい、ちょっとね、お笑い的な、うん、大阪の門座ちょっと笑い取れるぐらいのもんでなんかなあっていうなんか目指すわけではないけど、はい、うん、まあお笑いをやりたいってことですよね、うん、だからぶっちゃけて言うとね、大阪の劇場とか500円とかしかもらわれへんから、はい、そんなもうね結婚もして、はい、でもうお金にならへんようなことはもうあまりやりたないですってあんまり出てへんかったけど、はい、うん、まあ、でもこんだけ自転車の仕事ばっかりやったらこれお金ならんでも、はい、お笑いの仕事したなるな、お笑いやりたなるな、不思議なもんで。やっぱりね、やっぱりもともとはそうやね、お笑いがやりたくて入ったんですもんね、うん、正直。だからこうさ、ゴールデンのお笑いのあんなんとか出たいとかいろいろね、世間の人もそらあそこに出てなかった一流ちゃうとかお笑い芸ちゃうみたいに思ってるやろうけど、違うね、根本やっぱりね、劇場で何かやりたいっていうのがあるもんな。うん、うん、自分でも分からへん、そのゴールデンでお笑いやりたいとか自分のお笑い番組やりたいとかって自分のもみんな本当になんか分からへん、自転車番組とかやらせてもらってるもん。うん、うん、まあまあいろいろありますけども、はい、今年もよろしくお願いします。今週は安田大阪団地安田とワンワンニャンニャン福井でした。また来週。